はい皆さんこんにちはこんばんはここもチャンネルのショーが今日は自分で自分に蓋をしてはいけないをお送りいたしますよろしくお願いいたします、まあ、いつまでも健康で長生きするというのはいいことですよねこれはあの若いうちはあんまり考えないんですよ あの、小学生とか中学生がね、いや、俺悩んでんだよね。え、どうしたのうん、俺健康で長生きしたいんだっていう。<laughs> そんな悩み持ってるね。中学生とか、まああんまりいないですよ。これはね、当たり前なんですよね。なぜかというと、まあ、小学生、中学生の時は、ね、すぐ寿命が来ちゃうなんて考えてないんですよ。思いもよらないんですよ。まだまだ生きるんだろうなと思っているので、 あんまりそんな余計なことを考えないんですよね。ただまあまあ、あの、天国行っちゃうっていう自実がね、おじいちゃんおばあちゃんとかそういうあの方が先行きますから、それを目の当たりにすると怖くなるというのはありますよ。えー、なんだか怖い。自分もいつかそういうふうになっちゃうのかなって言って悩むというのはあるんですけど、ただ、いやなんかやっぱり健康で長生きしたいなとか思う人は、あんまり小学生、中学生ではいないですよね。 うんで、あの、だん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 、まあ、40、50超えてですね、まあ、60になると、途端にそういうことを、まあ、思い始める、考え始める人が激増します。これは当然のことなんですよ。なぜかっていうと、60歳って還暦っていうじゃないですか。ね。これはあの、赤いちゃんちゃん子を着て、60歳祝うってありますよね。あれって赤ちゃんになったってことなんですよ。一回赤ちゃんになって、元に戻って生まれ変わりますよっていうことなんですよね。 だから還暦って言うんですよ。還暦の感っていうのは和ですよ。感。あの、一回転しちゃった。360度回っちゃったんですよってことで、早い話がもうあなたの人生一回もうこれで人間としての人生は終了しましたと。第二の人生始まりましたよというのが還暦の意味なんですよ。だから60からは第二の人生のスタートなんですよ。もうこれはあの素晴らしいいいことなんですけれども、 でも60になってね、皆さん自分で自分に蓋をしてしまう人が多い。どういうことか。ああ、私はもうおばあちゃんなんだってね。60を超えると、私はあのおばあちゃんなのよって、自分で自分をおばあちゃんにしちゃう人がいっぱい出てくるんですよね。おじいちゃんもそう。いや、もう、明日もう60過ぎだからおじいちゃんだよ。そうするとどうなるかっていうとね、どんどんおじいちゃんになっちゃうんですよ。どんどんおばあちゃんになっちゃうんだ本当ですよ。ですよ。 だからね、芸能人の方で、ね、あのー、60、70でも若く見える人いるじゃないですか、若々しい人。私おばあちゃんなのって絶対思わないし、まあなんか意地があるんだと思いますけど、いや、本当に思わないですよ。私冗談じゃない、おばあちゃん何それっていう感じですよ。私はまだまだこれからね、現役でやっていくんだ。私はおばあちゃんじゃない。もうおばあちゃんとかおばあちゃんとかそういう,う言葉すら嫌いっていう感じですよ。 私はやっていくの。このまんまっていうことですよね。まあ、だから、はつらつとして、まあ、いつまでもまあ元気で若さを保っている人多いんですよ。まあ、仕事だからってのもありますけれども、まあ、健康に気を使ってるし、まあ、若くね、いられるのをどうやったら若く保てるかっていう研究もしているんですよ。でこれはあの個体によってね、個人個人によって体によって違うんです。いっぱい眠るとね、 健康が保てて若々しい、ね、あの状態を保てる人もいれば、いや、私は睡眠じゃなくて、私は果物かなとかね、好きな果物を毎日いっぱい食べて過ごすと、どうやっか若さが保てるとかね。あとは、まああの、欧米に多いですけれども、運動をする筋力トレーニング。筋力をつけると若々しさが保てる。これは科学的なデータでも出てますので、まあ、筋力を、まあ、ちょっとつけてトレーニングジムとかに行ってね、 あの、筋肉トレーニングをして、若さを保つんだ、という人もいます。いろんな人いますよ。まあ、楽したいんだったら、電波を使ってね。電波。私は使ってますよ。電波。あの、電波で、まあ、ただ敷いて、そこに寝てるだけ夜ね。あのー、食品の保存技術であるんですよ。電波っていうのね。人間用にも売ってるんですけど、ただ、若さが保てるとか、体が良くなるって書いちゃいけないので、あの、何気なく売ってます。 電波という賞金で、何も書いてないですよ。何も書いてないけど、とりあえずそれを知ってますね。うん、まあいい感じはしますよ。うん、あの、ただ、あの、やっぱり究極はね、自分で自分に蓋をしてはいけない。やっぱり自分で自分を、うもうおじいちゃんだおばあちゃんだとかね、おばあちゃんだおじいちゃんだってやっちゃうんですよ。それがね、どんどん自分を老けさせていきます。 気持ちも老けていく。体も老けていきますよ。あとね、一番若々しさを保つのは栄養です。水と栄養。これね、あの、だんだんね、40、50、60となっていくと、水がね、だんだん減っていくんですよ、体から。水の吸収力悪くなるんです。だからね、ちょっと多めに飲んでいかなきゃいけないんですよ。もう本当にちょびちょびでもいいからね。 だけど、綺麗な水を飲まなきゃいけないの。あの、お茶ダメなんですよ。いやあ、ダメって飲んじゃいけないんじゃないですよ。前からお話ししてるように、7対3。飲み物飲むときは、7が綺麗な水。3がお茶とかコーヒーとか、まあ他のジュース類とかね。何でもいいんですよ。でも7は綺麗な水じゃなきゃいけないのい。私ね、異常に水飲むんです。もう普通の人間から見たら、そんなによく水飲めるなっていうぐらい。 なぜかというとね、うちの父親も、うちのおじいちゃんも、おばあちゃんも見てるんだけど、あの、もう90ぐらいで亡くなってるんですけどね。おばあちゃんは103歳。シワがね、一つもないんですよ。103歳で。まあ、シワはないけど、まあ、まあ、お年寄りだなっていう顔はしてましたよ。だけど、シワがなくてツルツルなの。ただ単に、なんだろ、う、年を取っていってるなっていう感じで、 103歳には見えなかったですね。だいたい70過ぎると私、私、ごめんなさいあの、その、なんて言うんだろう、70過ぎた方の何歳っていう見分けがなかなかもうつかなくない <laughs> わかんないです。85歳と70歳の、ね、なんかこう、85歳でも70歳に見える人はいるし、71歳、2歳ぐらいでもう80ぐらいに見える人もいるじゃないですか。 これなぜかっていうとね、あの、やっぱりね、水がね、少ない。水分が少ないと、シワシワが多くなって、ね、あの、シワが多くなっていくんですよ。まあ、それはそうですよね。乾燥していって、皮膚が、あの、水分がない、ね、潤っていないから、これはシワが多くなるんですよ。シワが多くなると、やっぱり年齢的に老けて見えるんですよね。じゃあ、水分を多く取って、ね、あの、 皮膚のシワとかできないようにする。これは本当に効果ありますよ。あとは、まあ、あの血液の量も多くなって水も循環しますよね。水が流れるんですよ。体の中。まあ、あの血液も水ですからね。あの、リンパ液も流れる。これはね、すごくいいことです。健康も保てますよ。だからき綺麗な水を多く取るっていうのが、今現代ではものすごく難しいです。難しいよね。 これはね、あんまり綺麗すぎる水はダメなんですよ。あの、ほどほどの綺麗な、だから本当、湧き水をね、飲める湧き水をそのまんま飲む。これが一番いいです。沸騰しないでね。うん、あのー、これはあの、いろんな雑菌とかも当然入ってるんだけど、でも飲む分には問題ない程度の湧き水が一番いいんですよ。体には。その湧き水をなるべく多く飲む。これは本当に健康にいいです。 あと多く飲めば飲むほど、歳を外見的にね、見た目、歳をあまり取らなくなります。これ間違いないですよ。あと自分で自分を追い込んでいかない。蓋をしちゃいけない。蓋をすると、どんどん歳を取っていきます。私はもうおばあちゃんなのよ。もう60だもの。え、そんなことないですよ。60でも65でも若々しい人はいっぱいいますから、自分でそんな暗示かけちゃいけないです。 私はまだまだ若いんだっていうふうに言い聞かせていかないと。そして適度な運動と綺麗な水を取る。これは本当に大事ですよ。あとね、栄養はね、やっぱり豊富にあった方がいい。あの、だんだんね、40、50、60、70となっていくとね、栄養の吸収する力がね、弱まっていくんですよ。これはしょうがないね、やっぱりね、体がね。だって体の例えば胃腸が、 どんどん古くなっていくんですよね。古くなっていくと、やっぱ吸収力悪くなるんですよ。やっぱ部品ですから、人間の内臓も。胃という部品、腸という部品なんですよ。大腸という部品、その部品がもう50年、60年も、まあでもよく考えたらすごくないですかね普通車だったら60年経ったらもうボロボロですよ、車。車ボロボロでしょ。 エンジンも何もボロボロですよ、車は。だけど人間っていうのはちゃんと健康で生きられるんですよ。60年間毎日朝起きて、ね、活動して、まあ、夜寝るって言っても寝てる間に転がったりするわけですよね。コロコロとね、息してるしね、心臓も動いてるし、休まないでしょ肺も心臓も休まないんですよね。で脳も、まあ、 寝てるときは自分はわかんないけど脳はいろんな記憶を整理整頓してくれてるわけですよ。ずっと働いてるんですよ、体中。なのに、ね、健康でずっと来てる人もいるじゃないですか。壊れないんですよ。だから正しくちゃんとケアしながら日々暮らしていると、やっぱ壊れにくいですよね。壊れない。若々しさも保てる。でもそのためには綺麗な水をいっぱい。 無茶しちゃいけない。体にね、もうね、50過ぎたらね、体酷使したらね、どっか来ますよ。<laughs> 本当に腰が <laughs> バキってなったりねで。必ず来る。足くじいたりね。いや、もう手首がなんかおかしくなったり。あ、そうそう。あのね、この間ね、ちょっとね、あのー、動画いろいろ見したんですよ。で、なんか女性の若いね、なんか若い女性の方が、 中華屋さん、ラーメン屋さんとか、その中華屋さんを経営し始めたっていう方が最近多いっていうね、そういうニュースの動画見たんですよ。で、まあ、若おかみじゃないけど、若いご主人で女性なんですよ。まだ二十歳代なんですよ。25前後なんですよね、皆さんね。で、あのー、何人もいるんですよ、日本中に。で、まあ、ラーメン屋さんみたいなお店なんですよ、中華屋さんだから。 そうするとね、結局、料理自分でしてますから、あの、すごい底の深い中華鍋あるじゃないですか。でっかいやつ。黒い。あれ重たいでしょあれを振らなきゃいけないんですよね。中華ってね。あれ持ち上げなきゃいけないじゃないですか。だからね、ほとんどの人がね、あの、私何見てるかっていうと人間観察が好きなんですけど、もうあらゆるところを見るんですよ。変態じゃないですよ。<laughs> あらゆるところって言っても、やめてくださいよ。変態ではないですよ。あの、いろんな、あの、箇所を見て、あの、この人はこういう苦労してるのかとか、あこういうふうな、あの、習慣があるんだなってのを見,見極めるんですよ。そしたらね、その若い、まあ、おかみさんみたいなね、店主が、オーナーがね、まあ、振ってるわけですよ。中華鍋のでかいやつを。で、チャーハン作ってたの。ね、それを撮影してるわけですよ。 で、チャーハン振って、なんかあのチャーハンってなんかすごい、ね、中華の人が振ると、なんだろう、チャーハンが空に舞うじゃないですか。ブワーって飛ぶでしょで、また、あの中に落ちるんですよね。それを繰り返すじゃないですか。うわー、すごいなと思うんじゃないですか。あれ一種の技術なんですよね、きっとね。で、あれをやってるんだけど、左手でやってるんだけど、その左手に、サポーターとね、なんかね、サポーターの下、下に、あの、湿布みたいなの貼ってあったの。 いやいや、来てるじゃないかと思って。この、中華鍋が重い。でも気合い入れて私はこの店、自分の店だから頑張んなきゃいけない。それが来ちゃってるんですよ。左の手首に。検証炎。いや、これ長い続きしないぞと思ってね。だってそんな検証炎でサポーターしてね、シップしながら我慢してやってると、あの、時間の問題でね、全く動かなくなっちゃう。 箸も持ち上げられなくなっちゃうんですよ。本当に。無理すると。そうするとね、なかなか治んない。何やっても。いやー、だからね、無理しちゃいけないですね。無理は良くない。うーん、で、これまだね、あの、25歳ぐらいの女性なのにそうでしょこれあの、50歳、60歳の女性がやってごらんなさよ。もう、もう、本当と3日ぐらいで入院することになりますよ。本当に。うーん、だからね、 やっぱり、あの、年齢が、まあ、40、50、60といくと、無茶しちゃいけない。無理しちゃいけないですよ。もう、いいこと何もない。私の知り合いでね、女性の方でね、あの、50いくつだったかな、8ぐらいの方なんですけども、やっぱりね、なんか無理してね、なんか引っ越しをするのを、引っ越し業者に頼むと、今高いじゃないですか。で、見積もりが高かったから、 もう自分で車をレンタカーの小さいトラックみたいなの借りてね、自分でやるとか言い出して、いやーいや、やめた方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、そんなにね、すごい仲のいい人じゃないから、余計なお世話じゃないですか。ね。で、旦那さんいるんだけど、旦那さんは単身不眠で、で子供は、まあ、いるんだけど、まあ子供もね、働いてるから、ね、あの、そばに住んでるんですよ。まあそばって言っても車で10分ぐらいなのかな。二人男の子がね、いるんだけど、 手伝い合わせればいいんだけど、いや、もう、ね、あの、彼らは、自分のことで精一杯だから、手伝ってはくんないのよとか言って、まあ、引っ越しを自分でやるって言って、まあ、なんか、地鉄ラックを借りて、まあ、よくありがちな話じゃないですか。それでね、腰をやっちゃったんですよ。重いものを持ち上げようとして、バキッ。もう、それで、引っ越しも中止。<laughs> だってもう、引っ越せないですよ。ぎっくり腰で。もう、ついこの間の話ですよ。 2週間ぐらい、もう入院ですよ。入院されましてだから。う動けないから。だってもう何もできないんですもん。もうね、ちょっと動くだけで激痛が。<laughs> だやめた方が <laughs> よかったですよね。いやー、なんか良くないことが起きんじゃないかな <laughs> と思いながら見せたんですけど。いやー、やっぱりそうかと思いながら、ねえ。で、まあ、ご主人は、あの、単身赴任で、遠くまで、あの、ねえ、もう行ったきり、 そこで働いてたんですけど、まあ、戻ってきてね、まあ,あのそんななっちゃったんで、まあ、引っ越しどうしよう、こうしようとか言ってましたよ。まあ大変、病院に、もうご主人大変ですよ、あの出,出張というか、単身赴任のところから戻ってきて、2日間だけ、土日だけね、金曜日の夜から戻ってきて、病院行ったり、引っ越しの手配したり、引っ越し屋さんにまた頼んで、<laughs> ね、もう、てんやわんやだったですよね。 まあそんなこともあります。だからね、無茶しちゃいけないしね、もうね、50になって自分で引っ越し全部やるってやめた方がいいですよ。本当に。だから結局ね、あの時間もすごいかかっちゃうし、余計お金もかかっちゃうしね、節約にも何にもなんないんですよ。だからやっぱり未来を見通さなきゃいけないですよね、近未来だけど、そういうのはね。うん、だからね、無茶しちゃいけないですよね。まあだから、 これはね自分の体、いたわりながら進んでいかなきゃいけないんですけど、やっぱりね、50年以上体使って、ねまあ、50歳以上の人は50年以上使ってるわけですよ。どっかね、傷んできてるの、やっぱりそれは。当たり前の話ですよ。新品じゃないんですよ、もう。皆さん、あのわさびの話知ってますえ何いきなりなんだってわさび。あのわさびってあるじゃないですか、日本独特のお寿司とかにね、つける。 私、好きなんですよ、わさびがね。皆さんも好きで、あれって、子供の時いかがでした子供の時お寿司にわさび入れなかったでしょだからわさび抜きとか言って、今でもそうですけど、ね、小学生ぐらいの時は、え、わさび、いやいや、もうやだやだってなっちゃうじゃないですか。もう辛いし、鼻にツンとくるし、あんなのつけて大人の人って、あんなのどこがいいんだろうと思いませんでしたね。で、 わさびのついたお寿司をパクって食べてね、あの子供の時私も見てましたけど、パクパクって食べて、ビールをウィーって飲んでね、うまい、最高だとか言って、ビールの匂いも臭い、ね。わさびも、何それ、え、なんでそんな辛いのそういう記憶ありますよね、皆さんもね。子供の時ですよ。でも大人になって、わさびつけて美味しいと同じことしてるんですよね、私もそうです。 ビールを飲んで、うわあんな苦い変なものを、あんな液体を飲むのかと思いましたよ、子供の時に。だけど今となっては、自分が、ウィー、美味しいとか言いながら、飲んでるんですよね缶ビールとか。どうなってるんですか調べたんですよ。研究したんです。私は、わさびを、ビールを。そしたらね、とんでもないことが分かったんですよ。どういうことかっていうと、子供の時にはベロ、ベロとか、 ま口の中が新品なんですよ。ね。新品、部品がね、新しい。だからね、センサー。まあ、感度のいい受信機ですよね。味の。これがね、ピカピカなんです。新品で。つまり、あのー、わさびをね、ちょっとでも口に入れると、口の中の部品が新品で壊れてないですから、おーってなっちゃうんですよ。感度がいいので。辛すぎるって。だからわさび、いらないんですね。 もうお寿司のわさび抜きで十分味がわかるんですよ。いろんな。ビールの味、やっぱり苦いんですよ。新品なので。鼻も新品だから、わ、何この変な臭い匂いとなるんですよ。お酒の匂い嗅ぐとね、うわ、こんなのよく飲めるなって。ところはね、14、15、16と、私の人生暗かった。倍富士稽古。ね。だんだん20、21、25、30。ね。そうなっていくと、 22歳ぐらいで、22歳の別れがやってくるわけですよ。少年の時、少女の時の新品の花と舌とお別れがね、そしてですね、壊れてくるんですよ。<laughs> 本当の話ですよ。壊れてくるの。だんだん、50になると、60になると、完全に壊れてくるんです。わさび、山ほど、ぶーわー全然辛くないんです。<laughs> 壊れてきてるんです。 これはね、あの、大人だからとか言うんじゃないんです。壊れてきてるんですよ。私たちの舌が壊れてしまってるんですよ。壊れてるので、要するに部品がもう、10個が10個スイッチが入っていたものが、10個の部品のスイッチが3つぐらいしかも入ってないんです。だからわさびを塗ったくらないと、刺激がないと、美味しくなくなっちゃったんですよ。味が分かんなくなっちゃったんです。 もう目つぶったらタコかイカかもうわかんないん全然。わさびをつけて目で見てタコだなと確認ができるんですよ。本当ですよ。目で見てわさびを塗りたくって、ああイカだなと思って食べるからイカの味がするんです。目を閉じたらわかんないんですよ。<laughs> そんなことはない <laughs>。えでも本当にそういうものなんですよ。それに近いんです。恐ろしい話ですね。私たちの 年を取ったら人間、部品が壊れていくんですよ。だからビールを飲んで、あんな苦かった、あんな変な匂いの液体、ごくごく飲んじゃってるんですよね。なんでか。もう壊れてるから。もう苦くない。この苦みがいいとか言っちゃうんですよ。美味しいとかいいとか、最高だとか。いやいやもうね、どうなってるのってことですよ。だからね、年齢が重んでいって、40、50、60となると、壊れていく。 これはベロとか舌とかね、口の中だけじゃないんですよ。そりゃ背骨だってね、腰の骨だって壊れていくんですよ。スカスカになっていくんです。そしたら壊れやすくなるに決まってるじゃないですか。なのに無茶する人がいるんですよ。私の知り合いで、男の人で、65で、パラグライダーをやったんですね。パラグライダーですよ。パラグライダー。なんかあの背負って飛ぶんですよ。崖の上から。 パラグライダーやって、両足を折ってしまった人がいました。着地の時の足がもうつるって <laughs>。それはもうやめた方も,もうね、65にもなってね、パラグライダー始めるって方がちょっとね、いや、始めちゃいけないなんて言ってないんですよ。まず、走り込んでトレーニングしての話ですよ。その人ほとんど運動なんかしたことなかったんです。ある日突然、目が覚めて、なんかパラグライダーやりたいな。奥さんが止めました。 いや、あなたやめた方がいいわよ。だってあなた何の運動も今してないし、散歩だってしてないじゃない。いや、大丈夫。俺パラグライダーやるよ。もう講習受けて始めちゃったんです。講習受けて3日目ですよ。あの、なんか2人で飛ぶんですよ。教官が後ろにいてね、前に。それで足を折っちゃったんですよ。もうその状態で。普通教官がいたら、着地がね、滑らかななのに、そこでもう足がもつれちゃったんですよ。そこで両足が折れちゃったんです。 もう絶対やめた方がよかったです。もう一人で飛んだらどうなるか。ね。大変なことになってましたよ。まあね、そうやって自分の体力が昔と同じようにあると思い込んで何かを始める人がいっぱいいます。ないんですよ。ないの。うん、だからね、あの、もし何かやるんだったら基礎体力をつけてから始めなきゃいけないですよね。だからさっきのね、女性のように、 ね、基礎体力もついてないのに、いきなり引っ越しとかやっちゃいけないですよ。重いもの持つとか。ほら、腰に来ちゃう。うんだからね、これはね、本当に、毎日の少しずつの5分でもいいから運動していくとかね。前お話ししました、腕立て伏せ。女の人でも腕立て伏せの1回や2回できないといけないんですよ。でも1回もできない人がいっぱいいます。私は毎日100回ぐらいやってますけれども、 このでちょっとサボってしまって、あのー、まあ、関西に来たんでね、あの、片付けしたんですよ。いろいろリフォームやったり。くたびれすぎて、ちょっとサボってしまったら娘に怒られて。娘はね、腕立てせができるようになったんですよ。根性で。一回もできなかったのにで。逆になっちゃったんですよね。娘は笑いながら腕立てせをぴょんぴょんやってるんですよ。私は今、あのー、また始めましたけど、ちょっとこう、100回やっていたのが、100回やると、 もうぜいぜい言ってしまいましちゃった。<laughs> いけません。やっぱ毎日やっていたことをサボると、途端に本当にね、あの、良くないことが起きてしまいます。だからまあ筋肉もつけないといけないので、今頑張ってまたやってるんですけども。まあ、だからね、これはね、毎日の積み重ね大事ですよ。ぴょんぴょん跳ねるだけでも違います。ぴょんぴょん跳ねるだけでいいんですよ、100回。 100回跳ねるだけで体が健康になっていきます。ぴょんぴょんもね、毎日やってます。ぴょんぴょん跳ねるのはね、娘と一緒に。私がね、やらないで、ぼーっとしてると、ぴょんぴょん勝手に跳ね始めるんですよ、娘が。で、あのー、もうこっちを向いて、ぴょんぴょん跳ねて、あの、一緒にやんないとダメだよっていうね、言葉はないんだけど、もうそのぴょんぴょんが物語ってるんですよ。だから慌てて、あ、そうだね、そうだねって言って、ぴょんぴょん跳ねる。 100回もね。<laughs> そうだね。やっぱりね。いろいろ用事があったり、いろいろあると、ついつい後回しにね、なってしまう傾向ありますね。もっと頑張んないといけないと思います。私もね、ちょっと反省しております。ということで皆さん、ね、自分で自分に蓋をしてはいけないですよ。皆さんまだまだ大丈夫。ね、まだまだ健康で明るく、若々しく、いけるんだと思いながら、いかないといけないです。 その代わり、綺麗な水をいっぱい飲む。運動をちょっとでもいいから毎日少しでもね、5分でもいいからやっていく。ラジオ体操みたいなものでもいいんですよ、本当に。全然違いますから。あの、リンパ液と、まあ、血液が流れますからね。そして、いろんなものを食べるんです、いっぱい。これね、食べ物は大事ですよ。栄養のあるものを、好きなものをいっぱい食べるんです、とにかく。え、いっぱい食べたら太っちゃうじゃない。うん、そうかもしれない。 だけどそんなに人間ね、もうね、太らない。そんなには。だってそんなに太るほど食べらんないでしょ、もう。そんなにね、今更あれでしょ、あの50、60、70になって、おい、焼肉の食べ放題俺生きてえなとか言ってる人いるかもしれないけど、行ったってそんなには食べれないでしょ。そんなには食べれないですよ。ね。だけど、まあまあ、いっぱい食べた方がいいですよ、本当に。うん、あの、 いろんなものですよ。栄養のあるものを食べた方がいいですよ。栄養価のあるものをね。ちゃんとね、バランスよくですね。まあだから、なんでしょうね。メロンパンばっかり食べていると、メロンパンみたいな顔になります。絶対に。<laughs> どんな顔なのかって <laughs>。そっか。どんな顔なのかなのメロンパンみたいな顔ですよ。丸いね。まあだけど、男の人がメロンパンみたいな顔になったらどうなんだろう。 アンパンマンに出てきますよねメロンパンナちゃんって。可愛い顔してますよ。あメロンパンですよね顔はね。ああだったらいいですよね女性だったらいいかもしれない。だけどメロンパンばっかり食べてると、メロンみたいなね、メロンパンみたいな顔になっちゃう。そうすると男の人だとちょっとどうなのかなと思いますよね。やっぱり男の人だったらアンパンマンみたいな顔の方がいいんじゃないですか。ん丸すぎる <laughs> そ,うそう。あ、丸すぎるね。確かにね。私ね、 アンパンマンで一つだけちょっと疑問に思ってるって怖いのは、頭をね、自分の頭をもぎってね、取って、誰かにあげるんで、あれだけやめていただきたいんですよ。あそこのね、場面がどうも私が、あの、何、受け入れられない場面の一つなんですけど、なんか怖いんですよ。自分の頭をもぎってなんかの、これ食べないよって、いや、あれやめていただきたいんですよ。 あれが怖くてね、夢に出てきそうで、ね。ということで皆さん、頑張りましょう。バランス大事です。いろんなバランスを取りながら、自分で自分に負担をせずにですね、前に前に進んでいきましょう。いつまでも若々しく、健康で、丈夫でね、前に進んでいく、未来に進んでいく。これは本当にね、試練を乗り越える方法なんですよ。気持ちもそう。 気持ちも若く若く保っていかないといけないですからね。下を向いちゃいけないですよ。上を向いて未来を見つめながら進んでいかないといけないです。頑張りましょう。応援してますんでね。未来でどこかで必ずお会いしましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。